テクスチャーマッピングされたフルポリゴン 3DCG が織りなす超リアルな世界、そのバーチャル空間を舞台に繰り広げられるファイト、謎解き、そしてアドベンチャー、プレイヤーをグイグイとゲームワールドに引き込むその迫力と臨場感は他の追随を許さない究極のエンターテイメントワールドだ。このビデオはそんなエンターテイメントの最高峰であるセガワールドの最新話題ソフトを完全収録。君の望むソフトをこのビデオで見つけてほしい。セガビデオマガジン。セガサターン。その32ビットツイン CPU の高速処理によって初めて可能となったハイエンドグラフィックスは、プレイヤーを究極のゲームエンターテイメントの世界へと誘う。ものすごいソフトが続々登場。 J リーグプロサッカークラブを作ろう。 J リーグ初の育成型スポーツシミュレーションゲームが登場。自分だけの J リーグクラブの代表になれる夢のソフトだ。プレイヤーは南米スタイルか欧州スタイルの好みのスタイルの架空のクラブの代表となって J リーグに新規加入。クラブの優勝を目指し、さまざまな試練を乗り越えていく。ユニフォームやフラッグなどのデザインも豊富。ホームタウンはもちろん、スポンサーの決定や選手の平均年齢、年俸など細かいパラメーターが用意されている。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。さらに憧れの J リーグクラブと自分のチームを対戦させるゲームモードでは、監督としての采配も震える。ポリゴンおよびモーションキャプチャーの採用でテレビ中継のような臨場感が味わえる J リーグプロサッカークラブを作ろうは6800円で2月23日発売予定です。パソコンで発売され、世界で30万本もの売り上げを記録したビル建設経営シミュレーションゲームタワーがパワーアップしてセガサターンに登場。ビルのオーナーとなって新しいビルを設計、建築し、利用者を増加させて資金を増やし、目指すは最高ランクの5つ星。もちろんビルにはオフィス、ホテル、映画館など様々なフロアを作ることができる。パソコン版以上に集客の工夫が必要になるセガサターン版ザ・タワーは6800円で2月発売予定です。ヴァンパイアハンター。アーケードで大ヒットしたあのヴァンパイアハンターがセガサターンに帰ってきた。今回のヴァンパイアハンターでは、前作でおなじみのダークストーカーズに加え、ダークハンタードノバンとチャイニーズゴーストのレイレイの2人の新キャラクターが登場。もちろん前作では使用できなかったボスキャラも使用可能となって、バラエティ豊かなキャラクターたちが勢揃いしている。さらに敵の攻撃を自動的にガードするオートガードシステムと、連続技が自動で入るオートチェーンコンボの新システムを採用。初心者でも容易にヴァンパイアハンターの世界を堪能できます。またスペシャルゲージをストックすればエクストラスペシャルが連続使用できるなど、戦略性がさらにアップしている。追い打ちや移動起き上がりも可能となった人気対戦格闘の最新作ヴァンパイアハンターは6800円で2月発売予定です。空想科学世界ガリバーボーイ。もう一つ言ってやれよ。テレビで人気のガリバーボーイがセガサターンについに登場。科学と魔法が共存する地中海を舞台にした冒険活劇だ。イベントシーンは豪華なアニメーション表示。テレビアニメのような美しい映像がさまざまなイベントで展開される。さらに RPG にありがちなモンスターを倒すことによってお金が得られるシステムの代わりに、商品を売り返してお金を増やす貿易システムを採用。もちろん魔剣マインダーも登場して 120% のガリバーワールドを体験できる。闇に住む魔物たちだ。セガサターン版空想科学世界ガリバーボーイは2枚組6800円で3月8日発売予定です。ドラゴンホース。
100対100にも及ぶ大迫力の群衆バトルが魅力のシミュレーション RPG。 120名を超える登場キャラの一人一人が持つ物語で、戦局が様々に変化していく。戦闘はリアルタイムのシミュレーションで、シナリオは RPG ライクに進行。 RPG ファンもシミュレーションフリークも納得のソフトだ。また師団の移動は全てリアルタイムで行われる。そのため待ち伏せや挟み撃ちなど知略を生かした戦略を展開できる。さらに武将にはそれぞれのキャラクターに合わせた必殺技や魔法が与えられており、敵の武将技を考慮した戦略を立てることも重要だ。多彩な戦闘フィールドも魅力のシミュレーション RPG ドラゴンフォースは5800円で3月発売予定です。ビクトリーゴール96。ポリゴンで表現されたリアルな選手たちがフィールドを駆け回る超人気サッカーゲームのビクトリーゴールが J リーグの最新データを搭載してついに登場。実際のサッカー選手たちの動きをモーションキャプチャーによって収録、超リアルなアクションがフィールド狭しと体験できる。センタリングからのダイレクトプレーやディフェンダーのオーバーラップ、スルーパスなどの高度なプレーも簡単に出せる。ダイヤモンドサッカーの金子勝彦の実況や元横浜マリノスの木村和司の解説が熱い試合を再現するビクトリーゴール96は5800円で3月28日発売予定です。パンツァードラグーンツバイ。超華麗な 3D 世界で展開される360度打ちまくりのパノラマシューティングが帰ってきた。昨年発売されて大ヒットとなったパンツァードラグーンが新要素を追加してさらにパワーアップ。今回の物語は恒星生物のブリーダーである少年と辺境の地で生まれた翼を持つドラゴンとの成長がテーマ。ストーリーとともにたくましく成長していくドラゴンがさらなる魅力を引き出す。もちろん360度のパノラマシューティングは健在。今度は空中だけでなく地上でのバトルもあって、上下方向への内訳も大幅に増えている。コース選択によって全く異なる戦闘が展開するパンツァードラグーンツバイは5800円で3月発売予定です。ダークセイバー。このダークセイバーは 3D ポリゴンならではのシステムが随所に盛り込まれている。中でも見どころの一つとなるのが、プレイヤーの任意でいつでも操作が可能な視点移動システム。上下左右の移動のみならず、主人公の真上や真横にまでカメラが回り込むため、 3D ポリゴン世界を十分に体感することが可能となる。街や城でグリグリとカメラを動かし、裏側に隠された秘密の通路を自分の目で発見することができるのだ。 3D ポリゴンならではの立体冒険が楽しいダークセイバーは今春発売予定です。ガングリフォン・ザ・ユーラシアン・コンフリクト。精密にモデリングされた現代兵器や機動兵器が実際の戦場のようにリアルに駆け回るシューティングゲーム。リアルな映像が滑らかに展開、迫力のサウンドがプレイヤーを包み込む。戦闘では地上戦だけでなく、ジャンプを利用しての滑空戦など様々な特殊アクションが可能。プレイヤーの工夫で独自の戦法を展開できる。シナリオごとにバラエティ豊かなミッションが用意されたガングリフォン・ザ・ユーラシアン・コンフリクトは今春発売予定です。人空、強気な奴らの大激突。あの大人気アニメ人空が対戦格闘アクションとなってセガサターンに登場。キャラクターはテレビアニメから8人が登場。もちろん全てアニメスタッフによる書き下ろしだ。またポリゴンによる戦闘時の新バトルフィールドはセガサターンならでは。ハイクオリティかつ滑らかなアクションが可能。もちろん人空ならではの決まると相手のスペシャルゲージを減らす超ギャグ技も登場するぞ。
テレビと同じ豪華声優陣を起用して臨場感満点の対戦格闘アクション忍空強気な奴らの大激突は5800円で大好評発売中です。根性なし、ワールドアドバンスド大戦略作戦ファイル。シミュレーションファンから絶大な支持を得たワールドアドバンスド大戦略鋼鉄の旋風の続編がついに登場。基本システムは好評だった前作の流れをそのまま引き継ぎ、ファンからの要望が多かったソビエト軍プレイのキャンペーンモードを新たに追加。またスタンダードモードの充実を図り、過去の大戦略シリーズの中でも傑作と言われた名作マップも収録。さらにソフィン戦争などこれまで大戦略シリーズでは取り上げられていないマニアックな戦場も用意されている。フルポリゴンによる戦闘シーンが創刊のワールドアドバンスド大戦略作戦ファイルは4800円で3月15日発売予定です。新世紀エヴァンゲリオン。今話題のテレビアニメエヴァンゲリオンがアドベンチャーゲームとなって早くもセガサターンに登場。ゲームは前編がアニメーションで展開し、要所での行動選択によってストーリーが様々に変化するマルチシナリオ方式。もちろんアニメスタッフの手による完全オリジナル、またアニメと同じ声優陣が参加するなど原作の世界観を忠実に再現している。セガサターンならではのクオリティの高いアニメーションが魅力の新世紀エヴァンゲリオンは5800円で3月1日発売予定です。シンジ君、返事をして。お任せセイバーズ。現代によみがえった妖怪たちを封印するため戦う3人組の女の子たちの物語。プレイヤーは気に入った女の子を選択し共に行動する。ただし残り2人の女の子とのフォーメーションや動作指示などシミュレーション的戦略も必要。主人公がアイドルとして同時デビューするなどメディアミックス展開が話題のおまかせセイバーズは5800円で2月23日発売予定です。ぐっすんおよよ。可愛いキャラクターで大人気のアクションパズルゲームがセガサターンに登場。ブロックを上手に操作して無事ぐっすんとおよよの2人を出口まで導いていく。さらに裏の変態モードはもちろん新裏モードを7面追加して楽しさが倍増。オリジナル面や書き下ろしのグラフィックを取り入れたサターンモードも新たに追加された。ぐっすんおよよは6800円で3月15日発売予定です。アローン・イン・ザ・ダーク2。1924年のアメリカを舞台としたリアルタイムアクションアドベンチャー。プレイヤーは誘拐されたグレース城を救い出すために様々な謎に立ち向かう。パソコン版で発売され全世界で評判となったタイトルの完全移植版です。謎解きだけではなくアクションゲームの要素も多数含まれているアローン・イン・ザ・ダーク2は5800円で2月23日発売予定です。提督の決断2。パソコン版で大好評を博したウォーシミュレーションゲームがいよいよセガサターンに登場。基本的な操作性は前作と同様だが、戦闘のステージ数は2倍、登場する艦船も120種類と前作をはるかにしのぐデータ量を収録。記録映像がリアリティを盛り上げる提督の決断2は1万800円で2月23日発売予定です。ゴータ2天空の騎士。神は戦いに、セガサターン初のシミュレーションゲームゴータの続編。基本的システムは前作同様だが、ユニットの移動が360度自由に選べたり、各ユニットごとに複数の武器が持てるなど細かい改良が随所に施されている。リアルな戦闘シーンが魅力のゴータ2天空の騎士は6800円で2月23日発売予定です。シーバスフィッシング。釣り具メーカーのビッグブランド大和製鋼と提携した本格的ポリゴンフィッシングゲームが登場。本物の釣り具を正確に再現したルアーや釣り竿を使って 3D ポリゴンの魚を釣り上げる。トーナメントモードではいかに大きなスズキをより多く釣り上げるかがポイント。その他自分で目的の魚を決めて自由に釣りが楽しめるフリーフィッシングなどモードも多彩。村越名人の音声でアドバイスも受けられるシーバスフィッシングは6800円で2月23日発売予定です。
サンダーホーク2。メガ CD で発売され大ヒットとなったヘリコプター 3D シューティングがセガサターンで蘇る。兵器や地形、建物など全てがフルポリゴンで表現。そのため爆発や建物の倒壊などの迫力が段違いにリアルになった。ミッションクリア型の 3D シューティングサンダーホーク2は6800円で2月23日発売予定です。ハイパー 3D 対戦バトルゲボッカー。新感覚の 3D 対戦格闘バトル。お茶目な8体のキャラクターが自由度の高いフィールドをスピーディーに動き回る。キャラクターの個性に合わせた様々なスペシャルショットも用意。見た目はポップでも中身はハードなハイパー 3D 対戦バトルデボッカーズは5800円。対戦ケーブル付き限定パックは6300円で2月23日発売予定です。クイズ365。ゲーム自体がテレビ番組のパロディとなっているクイズゲーム。ニュース番組では政治やスポーツが、推理ドラマでは事件の解決などが出題される。さらに毎日番組プログラムが変化。365の名前はだけじゃない。最大6人までの同時プレイも可能なクイズ365は6800円で3月上旬発売予定です。ロジックパズルレインボータウン。史上最高の700問以上にも及ぶ問題が収録。モノクロロジックの他にカラーレインボーと3種類のロジックパズルが楽しめる。また進行状況に応じてパズルの街に建物が建ったりお店ができるなどの変化が起きる。もちろん自分で絵を描いて問題を制作できるエディットモードも搭載したロジックパズルレインボータウンは2月発売予定です。フェーダーリメイクエンブレムオブジャスティス。シミュレーション RPG の大作がパワーアップしてセガサターンによみがえる。戦闘員ばかりじゃないか。原作の持つ壮大な世界観とドラマチックなシナリオはそのままに、オープニングからプロローグ、そして9つのエンディングがフルアニメーションムービー化された。主要イベントもアニメーションで展開するフェーダーリメイクエンブレムオブジャスティスは6300円で2月下旬発売予定です。タイタンウォーズ。40分にも及ぶ特撮ドラマが展開する 3D シューティングゲーム。土星を舞台にした美しいポリゴン映像の世界で迫力シューティングが体験できる。ゲームはパワーシールドシステムなどの新機軸を満載した 3D シューティング。プレイヤーに優しいシステムも満載だ。デジタル効果サウンドが臨場感を盛り上げるタイタンウォーズは5800円で3月8日発売予定です。リンクルリバーストーリー。剣と魔法が実在する童話のような世界をイメージしたファンタジーアクション RPG。 四季の大陸をオプションとともに行動したり、春夏秋冬に合わせて武器を持ち替えて戦うなど新アイデアが随所に盛り込まれている。プレイヤーのテクニックに重点を置いたリンクルリバーストーリーは5800円で3月15日発売予定です。フィッシング甲子園。ブラックバス、船釣り、ヘラブナ、海外大物釣りが楽しめる本格的フィッシングゲーム。ゲームは48人ものキャラクターから個性豊かな高校生3人でチームを組んで勝ち抜いていく。もちろん大和製鋼の監修で釣り具も実在データに基づき作成。テレビの釣り番組でおなじみのプロたちがアドバイザーとして参加しているフィッシング甲子園は6800円で3月15日発売予定です。ストリートファイター2ムービー。このストリートファイター2ムービーは94年夏に公開された劇場アニメの映像を特別編集したインタラクティブムービー。映画の設定資料を楽しむほか、シャドルーの新型サイボーグとなってシナリオの中を自由に歩き回ることができる。コンピュータが作り出す竜のイメージデータとも戦えるストリートファイター2ムービーは2枚組6800円で3月発売予定です。料理の鉄人キッチンスタジアムツアー。フジテレビのヒット番組が美味しく凝縮されて登場。 CG で再現されたキッチンスタジアムを歩きながら鉄人のデータを調べられる。名場面や挑戦者のお店紹介とこれ一つで究極料理の全てがわかる。5800
50問のクイズに正解するとオリジナルグッズが当たる料理の鉄人キッチンスタジアムツアーは5000円で2月23日発売予定です。ハジャファイター2の迫力脳天直撃セガサターン究極の 3D 格闘ゲーム、それがバーチャファイター2セガセガラリーの興奮脳天直撃セガサターン超過激 3D レーシングゲームセガラリーチャンピオンシップセガ脳天直撃セガサターン伝説の剣をめぐる壮大なストーリーがついに幕を開ける6人同時バトルを楽しめる全く新しい格闘ロール誕生ガーディアンヒーローズセガ SEGA ビデオマガジン、いかがでしたか？もちろん来月も超話題のソフトをぎっしりと集めてお送りします。 Enjoy your game life. See you!